こんにちは、イメージコンサルタントの二上由美子です。私はイメージコンサルタントやパーソナルカラーアナリストなどの資格が取れるスクールを経営して23年目になります。ありがたいことにプロが選ぶイメージコンサルタント養成スクールナンバーワンをいただきました。今日は23年間のアナリスト育成のノウハウを使ってスマホと鏡があればすぐにできる簡単パーソナルカラー診断をお伝えします。それでは早速参りましょう。ベーシックな色だからと思って白い服を選んできたのになぜか冴えないとか馴染まないという経験はありませんでしょうか。同じ白い服といってもいろいろな白があります。そして人によって似合う白が違うんですね。自分に似合う白はどんな白なのか、似合う色を見つけるのがパーソナルカラーです。生まれ持った肌や目の色、髪の色などに調和をしてあなたの良さを引き立ててくれる色のことです。パーソナルカラーで似合う色を身につけているとまず美肌効果があります。小顔効果があります。着痩せ効果があります。若返る効果もあります。美容効果が最も高いメソッドです。パーソナルカラーを知っていると洋服やあとコスメですね、あと髪の色、そういったものの色選びに迷わなくなります。パーソナルカラーは春夏秋冬4つのタイプに分かれるのですが、その前に大きくイエローベースとブルーベースに分かれます。ここではまず皆さんがイエローベースなのかブルーベースなのかを先に診断をします。その後でまた細分化の診断に進んでいきたいと思います。なるべく正確に診断するための3つのポイントがあります。まず室内で診断しましょう。診断に影響が出ないように照明の色は白色です。白色灯の部屋で行いましょう。白色灯がない場合は晴れた日の室内でも良いのですが、直射日光は避けてください。次にメイクです。つけているメイクの色が影響してしまうのでリップやチークはつけていない方がいいです。そして3つ目が服装です。着ている服の色が診断に影響してしまいますので、白とか黒とかなるべくモノトーンの色がおすすめです。首元は詰まっていない方が診断はしやすいです。それでは最近よくイエベブルベと言われているイエローベースブルーベース診断を始めます。これから診断ツールとなる色を画面に表示させます。正しい色の表示になるように今見ている画面を一番明るく設定してください。このようにスマホの画面を顔の近くに持っていって鏡越しでご自身の顔写りを確認しながらこの後の質問に答えていただきます。それでは A と B の画像を表示します。画面設定を一番明るくしてスクリーンショットを撮ってください。この A と B の画像とこの後お伝えする診断項目を後から見返せるリンクも概要欄に貼っておきます。ゆっくり診断したい方はそちらをご利用ください。 A と B の画面を顔の近くに持っていき当てはまる数を数えてください。最初の質問です。肌のキメが整って見えるのは A と B どちらを当てた時ですか？肌の凹凸感がなく肌が滑らかに見える方を選んでください。 2. 肌の色が均一に見えるのは A と B どちらですか？合わない色を当てると、色ムラが見えたりシミとかクマが目立ってしまったりもします。似合う色を当てると、透明感が出たりツヤが出たりします。 3.目が大きく見えるのは A と B どちらを当てた時でしょう。似合う色を当てると目力が強くなります。黒目が輝いて見えたりアイラインやまつげが強調されて見えたりもします。 4. フェイスラインがすっきり見えるのは A と B どちらを当てた時ですか。小顔に見えたり顎のラインがシャープに見えることがあります。 5.リフトアップして見えるのは A と B どちらを当てた時でしょう。頬の一番高いところの位置が上に上がったり下がったり目の錯覚で、違って見えるので確認をしてみてください。当てはまるのは A と B どちらの方が多かったでしょうか。 A が多かった方はイエローベースです。イエローベースの方へ向けた質問へ進んでください。
B が多かった方はブルーベースです。ブルーベースの方へ向けた質問へ進んでください。それではイエローベースの方向けの診断を始めます。イエローベースはスプリングとオータムに分けられます。今から質問を5ついたしますので、イエスの数だけ数えてください。それでは始めます。1、髪の色が抜けやすく、ヘアカラーは頻繁にしないとすぐ明るく茶色くなってしまう。もともと地毛が茶色っぽい方もこちらでイエスを選んでください。2、瞳の色の色素が薄く、瞳の中の光彩の二重線がはっきり見える。光が当たるところで鏡を見て確認してみてください。3、カーキやマスタードを着ると暗い印象になる。カーキやマスタードを着たことがないという方はこういった明るい色の服が似合うと感じていればイエスに当てはまります。4、暗いブラウンヘアよりも明るいブラウンヘアの方が可愛く見える感じがする。黒髪だとなんだかカツラをかぶっているような違和感を感じるという方もイエスを選んでください。5、この色の中だったらこのようなパステルカラーの方が似合うと思う。イエローベースさんの質問は以上になります。この5つの質問のうち3つ以上イエスがある方はスプリングタイプです。イエスが0から2個の方はオータムタイプです。いかがでしたでしょう。ご自身のタイプが分かりましたでしょうか。後半ではパーソナルカラータイプ別の解説を行います。この診断が難しいと感じた方は、そちらの解説も参考にしてみてください。それではブルーベースの診断です。ブルーベースはサマーとウィンターに分けられます。今からイエスとノーで答えられる5つの質問をします。イエスの数だけを数えていってください。1、黒目の色が真っ黒で白目と黒目のコントラストが強い。光が当たるところで鏡を見て瞳を確認してみてください。2、黒が似合うと思う。全身黒を着ていても暗い印象にならないという方はイエスを選んでください。反対に、全身黒だとちょっと重たいなとか暗いかなと感じる方はノーを選びます。3、きつく見られたり強く見られることが多いですか。きついとかクールとか強い、そういう印象を持たれることが多いという方はイエスを選びましょう。4、しっかりメイクをすると派手になる。しっかりアイメイクなどをするとメイクが濃く感じる、そういった方はイエスを選びましょう。5、全身淡い色パステルカラーなどでまとめるとぼやける。このようなコーディネートにするとどこかに引き締める色を入れたくなるという方はイエスを選びます。ブルーベースさん向けの質問は以上となります。この5つの質問のうち3つ以上イエスがある方がウィンタータイプです。イエスが0から2個の方はサマータイプです。続いてはタイプ別に簡単に解説をしていきます。セルフ診断が難しいなと感じた方は解説の方も参考にしてみてください。スプリングタイプのまいさんです。パーソナルカラーアナリストがカラー診断をするときには、こういったテストドレープというものを使います。このドレープを実際まいさんに当てて、スプリングタイプにお似合いになる色をご説明していきたいと思います。こちらのテストドレープは、春、夏、秋、冬の順番に A4 枚重なっていますので、一番上のこちらのピンクが春のピンクです。つまりマイさんに一番似合うピンクということになりますね、はい、こちらが夏のピンクです。印象としてはね、可愛らしくてお似合いですが、顔の下半分に影ができるのでほうれい線が目立つ、そういう現象が起こってきますね。秋は同じイエローベースなのでサマーよりはお似合いになるはずです。こちらの方が血色はいいんですよね。ただ同じ色ベース同士なんですが、オータムになるとちょっと暗くなる。そして最後にウィンターですね。顔が長くなっちゃいますよね。そうですね。そうそう、スプリングにするとヒュッと顔が小さくなるのがわかるかなと思います。やっぱり明るい色なのに顔が、ね、小さく見えるっていうのは本当特徴ですね。本当これパーソナルカラーの面白いところで、暗い色とか強い色の方が引き締まるイメージがあると思うんですが、パーソナルカラーはそうとは限らず、なぜかベースラインが引き締まる。それでは次はブルーで見ていきましょう。スプリングさんのブルーはこういったターコイズっぽいブルーですね。いかがですか。可愛いですね。そうですよね、こういった色のなかなか売ってないんですけど、すごく探したくなります。次がサマーです。
ラベンダーブルーですね。ちょっと疲れた印象になりやすいですよね。うん、次がオータムです。やはり明度が低いので暗さが出ますね。そして最後がウィンターですね。あのスプリングさんも鮮やかな色が得意なので、色によってはあの結構いけるかもっていうのがあると思うんですが、やはりイエローベースさんがブルベのブルーは一番苦手なので、うん、ここはきついのかなと。うん、はい、ではもう一色、今度はグリーンで見ていきましょう。こちらがスプリングのグリーンです。あの着るのが難しそうだなっていうぐらいの色もちょっと多いのは多いんですよね。うん、次がサマーです。急に元気なくなりましたね。そうですね。急にこう貧血みたいな感じで血色なくなってきましたよね。次がオータムですね。これはですね、黄色みがイエローベースとはいえ強すぎるんです。ウィンターのグリーンです。やっぱ目線がこう上に上がるので、そうそう、頬が上がって見えますよね。そう、ポイントが上にフッと上がるので、うん、すごく若くなんですね。はい、このように、パーサルカラーを身につけるだけで印象が大きく変わります。それでは、スプリングタイプの特徴を詳しく説明していきましょう。スプリングタイプの芸能人は、橋本環奈さん、上戸彩さん、桐谷美玲さん、菅野美穂さん、それから宮沢りえさんなどがいらっしゃいます。共通点とか感じます？はい、皆さん明るくで、うん、そしてなんか元気なイメージがありますよね。確かにそれあるかもしれないですね。うん、スプリングタイプの色というのは本当にね、春に咲くお花とか新緑の緑とか、そういった暖かくて、うん、明るいイメージの色が多いです。舞さんは日焼けするとどんな風になりますか？最初赤くなってで、うん、で少しこう色はつくんですけど、うん、色は元に戻りますね。どのパーサルカラーの方も、色白の方も色黒の方も中華の方も全部いらっしゃるんですね。うん、でやっぱり色白の方ってだいたい赤くなって終わるっていう方が、まあ、どのタイプでも多いんですけれども、うん、特にスプリングさんとウィンターさんにそういう方が多いのかなっていう感じはありますね。ちゃんと日焼けができるタイプと、もともとねちょっとまあ色黒めの方っていうのは茶色く日焼けができる人、まあ、美容には良くないんですが、あの焼いても色としてはなんか明るさを感じる色味になるんですよね。瞳の色はかなり色素が薄い方が多いですね。マイさんもそうですね、割と茶色めだと思います。くっきり光彩見えますもんね、二重線。そういう方がね、やっぱりスプリングさんの特徴かな。で、唇の色もちょっとオレンジ寄りの色ですよね、もともと。そうですね。あと舞さんね、この本当に綺麗な明るい髪色、いつも似合ってますよね。ありがとうございます。赤みのあるブラウンとか入れてたことがあったりとか、黒髪にしたこともあったんですけど、ウィッグみたいな感じに浮いてしまう。赤みのブラウンはやっぱりブルベさんに似合うブラウンなので、黄色っぽい、オレンジっぽいブラウンがやっぱ綺麗ですね。うん、こういった特徴を持つスプリングさんに似合う色はくすみがなくて明るくてフレッシュな色です。舞さんはパーソナルカラーをどんな風にファッションに取り入れてますか？はい、やっぱりこう顔周りは、うん、あのパーソナルカラーに近いものを選ぶようになりました。うんうん、色選びってすごい難しいなと思ってるんですけど、アパレルさんで今あの結構パーソナルカラーに力を入れてるところがすごく増えて、メイクルーズストアさんは2年半ぐらいかな、はい、毎月毎月その時の新作の商品のパーソナルカラー別の紹介をしてくれてる。あれ便利ですよね。すごいいいですよね。やっぱり自分のカラーがこう分かりやすいのは明確に。フェルメゾンさんもこれもイエベブルベで商品出してくれています。でカラバリもすごい多いです。でこの春ももう出てますし、次秋冬物も8月下旬に今も発売が始まる。結構いい色すでにあの決まっているので、楽しみ。かなり顔映るのいい色でした。ユナイテッドアローズのグリーンレーベルリラクシングさんもいよいよパーソナルカラーの企画スタートすることになりました。こちらも私の方で監修しているんですが、4シーズンに分けてトータルのコーデで紹介しています。トータルコーデで。そう、それはすごい嬉しいです。 そちらは、5月中旬以降の公開なので、楽しみにしていてください。上下こう合わせるのに難しい色味とかあったりすると思うんですけど、掛け替えできるのはすごい嬉しいです。そういうものを、ね、活用するのもいいですよね。はい、本当にすごい嬉しいですね。続いてサマータイプです。サマータイプのエリカさんです。
サマーさんもドレープを当てて印象の違いを見ていきたいと思います。まずはピンクからですね。一番上は春、スプリングのピンクですね。でもね、色白なんでね、なんかこうパッと見いいなっていう感じはしますけどね、はい、次がサマーさんお得意のピンクですね。あの頬のピンク色と調和していて、透明感が出ますよね。次、オータムですね。はい、似合わないなって思いました顔が下に伸びるのが分かる、なのでこちらの方が顔が小さいんですよね。そして最後、ウィンターですね。ウィンターは同じブルーベース同士なので悪くなるっていうことはそんなにはないと思うんですね。がちょっと色が勝っちゃってるのかなと。で、あの色はこのお顔の強さと色の強さのバランスがちょうど同じくらいが一番綺麗なんです。それでは次、ブルーのドレープを当てていきたいと思います。スプリングのブルーです。可愛らしい印象というところで、なんか雰囲気にはねすごく合ってると思います。次がお似合いのサマーのブルーですね。このスプリングがイメージには合ってるんですよね。なんですが、肌が綺麗なのはこっちなんですよね。透明感が出る。全然違いますね。全然違いますよね次がオータムですね。影がかなり入ってしまうんですよね。あとは疲れた感じがするのかな。そして最後にウィンターですね。綺麗は綺麗だと思うんです。同じブルーベースちょっと強いですよね。サマーの方がやっぱりリフトアップしますね、うん、ほっぺたの一番こう高い部分の位置がこちらよりこちらの方が上がるんですね。ふっとその分顔全体がふっと上がった印象になっていく。さらに若く見えるという効果があります。それでは次はグリーンで見ていきましょう。スプリングの緑です。似合わないですね違和感ありますよね次がお似合いの色ですね。サマーさんの上品な透明感さーっと出てきますね。苦手なオータムさんが出てきます。やっぱり苦手なんだなという改めて思います。改めて思います。そうですね、影と黄身の反射と暗くなるのといろいろなものが出てきますよね。そして最後がウィンターですね。オータムよりはだいぶいいですよね、はい、色が違うだけでこんなにも顔の印象が変わるんですね。それではサマータイプの特徴を詳しく見ていきましょう。サマータイプの芸能人は綾瀬はるかさん、広末涼子さん、南光さん、それから松島奈々子さん、鈴木京香さんなどがいらっしゃいます。どんなイメージ感じますか？ソフトで柔らかなイメージがあります。確かにそうですよね、はい、サマーは、初夏の、景色や梅雨時期のアジサイの花の色のような優しくて柔らかいイメージの色が多いです。私もサマータイプです、はい、一緒です、ね、一緒ですエリカさんは日焼けするとどんな風になるタイプですか？日焼けすると真っ赤になってしまいます。でもあんまり黒くはならないんですけども、色白さんあるあるですよね、はい、これはパーソルカラー問わずみんなそうですね。赤くなって終わる。私の場合は色白ではないので赤くなってその後ちゃんと黒くなるタイプですね。でサマーの場合は黒くなるとどんな色になるかというと、茶色っていうよりはグレイッシュな色になっていくんですね。あの日本って日焼けすることを黒くなるって表現しますよね。これは日本人はやはりサマーが多いので茶色くなるよりちょっと黒っぽくなっていくというところで自然と日焼けは黒くなるって言葉が使われているんだと思います。そして瞳の色は、ソフトな色が多いですよね。真っ黒ではないけどかといって茶色でもなく柔らかいソフトブラックですね。白目と黒目の境コントラストは柔らかいです。唇は、どちらかというと赤っぽい赤紫色の唇をしている方が多いです。メイクしてないと大丈夫って調子悪いのって言われますちょっと紫がかった感じに、ね、はい、なるんですよね、はい、ヘアカラーに関してはエリカさんは気をつけてることありますか？の上品に見えるように暗くしてますね、うんうん、明るくしたこととかあります？金髪やら茶髪やら金髪やったんだ、はい、見てたんですけどなんか嫌でサマーはね、はい、金髪にすると品がなくなっちゃうんですよね。サマーの方は本当の真っ黒もちょっと強すぎてしまうので本当にソフトな自然な黒かまたはあのエリカさんのような優しいちょっと赤みのブラウンぐらいが一番綺麗にまとまります。そんなサマータイプの方はパリッとした色よりも淡くてソフトな色、爽やかで涼しげな色がお似合いです。エリカさんはパーソルカラーを知って何かこう変わったことってあります？
うん、私はもともとオータムの色が好きだったんですけれども自分にしっくりこなくって、うん、パーソナルカラーを知って、うん、そういうことだったんだということが分かりました。腑に落ちました、はい、気合を入れたい時ですとか、うん、勝負したい時に、うん、あの自分の似合うカラーを着るようになりました。大事ですよね、はい、好きな色と似合う色相関関係がないので、はい、もし違った場合はその勝負の時ね、はい、自分の色着ておくとやっぱり得すると思います。オータムタイプのサキさんです。それでは、オータムさんにもドレープを当てていきましょう。こちらが春のピンクです。あの同じイエローベースなので、まあ、顔写りが悪いということもないですし、ちょっと薄く薄い印象足りない。で次にサマーのピンクに行きましょう。結構影が気になる気になる口周りが。次がいよいよオータムのピンクです。パッと華やかになりますよね、はいはい、ピンクを着てるってい こう抵抗感とかもないんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。すごいなんか一番しっくりしっくり。そして次がウィンターですね、はい、ちょっと笑っちゃうぐらい笑っちゃいますか。なんか色が歩いてる感じ、色が歩いてる確かにそうですね。次にブルーで見ていきましょう、はい、スプリングから何かが違うんですよね、一体感がないという感じ。次がサマーです。合わない色になるとみんな笑うんですよね。次がオータムですね。綺麗ですね、一体感もありますし自然ですよね、はいはい、目の大きさが変わりますね。そうです ねこちらでも可愛いんですが、オータムにすると目が一回り大きくなりますね、はい、黒目が特に大きくなる。で顔自体もサマーだとちょっと凹凸感がなくなって平らになってしまうのが、しっかり奥行き感も出て小顔になりますね。そして最後がウィンターです。なんかもう色にしか目がいかないですよね。そうですね、色に負けちゃってますよね、はい、次緑を当てていきたいと思います。こちらがスプリングのグリーンですね。結構まあ唐突な感じですよね。で次がサマーさんです。顔色悪くなりましたね、血色が悪く見えます、ね、血色がないですね、はい、そして、オータムです。やっぱりあの、うん、これだけ暗くてくすんだ色なのに、うん、お顔が明るくなるんですよね。そして最後が冬ですね。これもちょっと全体的に顔写りが寂しくなっちゃうかな、はい、色が違うだけでこんなにも顔の印象が変わるんですね。それではオータムタイプの特徴を詳しく見ていきましょう。オータムタイプの芸能人は北川景子さん、長谷川純さん、加藤綾子さん、中村アンさん、それから天海祐希さんなどがいらっしゃいます。どんなイメージを感じますか。そうですね、うん、少し落ち着いた雰囲気がイメージを感じられますね、うん、確かにどこかなんか落ち着いた感じあるかもしれないですね、はい。オータムの色は、まあ、その名の通り秋の紅葉シーンとかでよく見られるような色が多いです。渋みのある色、日本人は好きな方が多いんですけれども、実はオータムタイプは日本人には、一番少ないんです。さきさんは日焼けするとどうなりますか。あまり赤くはならないんですけど、うん、気づいた時にこんがり焼けていたっていうことが多いです。とっても素直に焼けていくんですよね、はい、わかります。パーソナルカラーどのタイプも、もう色白の方も色黒の方もいらっしゃるんですが、オータムさんの色白の方って象牙色っぽいっていうんですかね、見た目の印象なんですがひんやりした感じの陶器肌なんですよね。日焼けした場合どういう風になるかっていうと、もう一番リッチな色になりますね。あのいわゆる琥珀色とか例えられるようなゴージャスな色にも、なれますね。オータムの方は瞳の色ダークブラウンの方が多いですね。黒に近いけどこうちょっとやっぱりブラウン味がある深い色ですね。あと唇の色はオレンジ味のブラウンですかね、そんな感じの色。そうですね、髪はオータムの方はねやっぱりダークブラウンがいいです。真っ黒よりは、若干ね茶色味が欲しいんですね。かといって明るすぎてもうっかりやんちゃになるといけないので、落ち着いたダークブラウンが一番素敵です。そんな特徴のあるオータムタイプの方はこのような深めで落ち着きのあるリッチ感のある色のアイテムを身につけると魅力がさらに増します。さきさんはコスメ選びとかで気をつけてることとかありますか。チークリップがないとどうしても具合悪く見えてしまうので、うん、明るめの色を選ぶようにしてます。オータムの方って皆さんおっしゃるのが濃い色じゃないと全然映えないとか、しっかりとした色をつけても意外とナチュラルなんですよね、はい、そうなんです。でコスメの色ってすごいニュアンスカラーが多いじゃないですか、うん、もうパキッとはっきりした色ってあんまり多くないから結構見分けるのが難しい色が多い。塗ってみないと発色がね、うん、見た目と違ったりっていうのもね結構ありますもんね。
あのちゃんとこれはブルベですよとかイエベですよとか、うんうん、お店の方がちゃんとあの教えてくれる化粧品会社もすごく今増えてるので、そういうのを利用するといいと思いますよ。活用してみたいなと思います。濃い色ですよね。濃い色です、はい、ぜひ参考にしてみてください。最後にウィンタータイプです。ウィンタータイプのアリサさんです。ドレープを当てて、見ていきましょう。一番上はスプリングのピンクですね。と寂しげな印象になるかなっていう感じがそうですね、なんだろうなんか足したくなる感じ、なんかあともやっとしません、うん、ね、すっきりしたいですね。そうです。次が、同じブルーベースのサマーのピンクですね。こちらの方がなんかだいぶすっきりしますよね。物足りなさがちょっとやっぱり残りますね。次にオータムですね。くすんだ印象になるかなっていう感じが、うん、そうですね。せっかく綺麗なお肌がくすんだというか、最後にウィンターですね。楽しみです。もうなんか言葉説明いらないですねご自身ではどうですか。なんか顔周りがすっきりしてちょっと痩せた気がする感じが、わかります、うん、なんかね全体的にすっきりしますね、うん、それでは次ブルーで見ていきたいと思います。スプリングのブルーですね。ウィンターとスプリングの共通点は彩度が高い高彩度の色っていうところなので、こういう鮮やかな色にも負けないっていうのありますね。ただちょっと黄色みが得意ではないので今一つかなというところでしょうか。次がサマーですね。やっぱりあの同じブルーベースというところでサマーにすると目がスッと切れ長に気持ちよく綺麗に流れてきますよね次がオータムですね , 笑っちゃう。顔してそんな感じですかね。なんかドーンときましたね、はい、やっぱり黄みが本当に苦手です ね、 ですね。そして最後が得意なウィンターです。こちらになると若返る、痩せる、顔が一回り小さく、うん、特にシュッとしますね。キリッとするのかな、輪郭が、うん、それでは最後にグリーンで見ていきたいと思います。それではスプリングのグリーンからですね。馴染まない感じは強いですよね。次がブルーベースのサマーですね。はい、あのサマーの段階でもやっぱり一回り顔小さくなりましたよね。サマーはでも綺麗ですよね、うん、では次がオータムですね。あのオータムにするとちょっと貫禄が出るというか苦労してそうな感じがそうな感じします。はい、ウィンターの、グリーンはこのクリスマスカラーって言われる緑ですね。クリスマスでよく見かけるこの緑ですね。お肌はあのこちらも綺麗です。ただ目力がこちらの方が強くなって、もともと大きな目がですね、さらにグッと黒目の印象が強く深みが出てくるので、とても色気も増していくのかなと思います。こういうポイントを知っておくと、顔の近くはやっぱり自分のパーソナルカラーにしようかなとか、ボトムスは同じベースだったら他の色でもいいかなというふうに考えていくと、おしゃれの幅も広がっていくと思います。このようにパーソナルカラーを身につけるだけで印象が大きく変わります。それではウィンタータイプの特徴をお伝えします。ウィンタータイプの芸能人は黒木メイサさん、剛力彩芽さん、夏目未来さん、小雪さん、それから柴崎コウさんなどがいらっしゃいます。どんなイメージありますか。凛々しいイメージがあります。あ、確かにありますね。ウィンタータイプは、キリッとした冬の空気のように、原色や原色に近い色など、メリハリのあるイメージの色が多いです。アリサさんは日焼けするとどんな風になるタイプですか。赤くなって、うん、全て向けて真っ白に戻っちゃいます、まあ、確かに色白だから簡単に黒くなれるタイプではないですね、うん、はい、どのタイプも色白さんもそうじゃない人もいるんですが、ウィンターさんで結構日焼けができるタイプの人ももちろんたくさんいます。その場合どんな風に黒く焼けていくかというと、茶色というよりはしっかり黒くなります。瞳は結構特徴ありますね。黒目がしっかり黒くて、白目がとっても白いんですよね。なのでコントラストがはっきりしています。唇はもともと結構色味がついてる方が多いです。アリサさんも塗らなくてもいい。塗らないですね、基本塗らないそれぐらいはっきり。アリサさんは今黒髪すごい似合ってますが、過去に何か他の色に挑戦したこととかあります。シルバー系とか金髪系に憧れたので挑戦してましたね。金髪の時ってどうでした。品が落ちちゃってるのかなっていうお声をいただいた時とかはありましたね。あ、言われちゃった。はい、シルバーにしたら
お褒めいただくことが多かったかもしれないです。ウィンターさんに似合うヘアカラーってシルバーとか、あとは赤とかピンクとか個性的な色が多いので、例えば普通の会社員の方だと黒髪の方が無難なのかなというのはありますけど、黒髪にしても全く地味にならないですもんね。良さが出ますよね。ちょっと軽くしたいなとか明るくしたいなっていう方も多いと思います。赤みのブラウンですねにしておくととても綺麗にまとまると思います。そんな特徴のあるウィンターさんは大胆ではっきりとしたシャープの色が似合います。服やメイクで迷った時はこの色を参考にしてみてください。アリサさんはメイクで気をつけてることとか工夫してることとか何かありますか？ヌーディーカラーを使う時はぼやけてしまったりするので、やっぱり色味があるものを取り入れたりしています。やっぱり唇ね、しっかりした色を入れないとまとまらない、しっくりこないというか。そうなんです。今日は簡単にできるパーソナルカラーのセルフ診断をお伝えしました。ご自身のパーソナルカラーは分かりましたでしょうか？パーソナルカラーが分かるとファッションやメイクなどの色選びの失敗がなくなります。ゆっくり診断したい方は動画で使用したドレープ画像を概要欄の方にも載せているので、そちらも利用してみてください。この動画がいいと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日お伝えしたパーソナルカラーを本格的に学びたい人、資格を取ってみようかなという方のための講座がパーソナルカラーアナリスト養成講座です。オンラインクラスは4月の12日、通学クラスは4月の14日スタート、5月にもスタートするクラスがあります。そしてパーソナルカラー実務検定3級大人気です。いつでも誰でも自宅のパソコンやスマホから受験ができます。概要欄にリンクがあるのでチェックしてみてください。そしてですね、イベントのお知らせです。ワコールさんの 3D スマート&トライ、こちらで骨格診断イベントを4月と5月に実施します。詳細は私のインスタの方で、お知らせする予定になっているのでチェックしてみてください。概要欄にインスタのリンクも貼っておきます。そして3月18日に出ました私の最新本です。ぜひ見てください。チャンネル登録とおすすめ動画はこちら。次回はパーソナルカラーメイクです。パーソナルカラーによるメイクの違いが分かるとより綺麗になれます。楽しみにしていてください。